ドイツ語を勉強したい方、概要欄に書いてあるメールマガジンに登録お願いします。プレゼントがもらえるよ。こんにちは、マキシです。今回はドイツ人が初めて日本に来た時、うわー日本の国語がすごいっていう点について話していきたいと思います。でまず一番最初にドイツ人が感動するのは、日本人がすごくこう礼儀が正しいっていうか、マナーがいいっていうか、あとお店の前に並んでることにみんなすごく感動するんですよ。なんかその人気のラーメン屋があって、その美味しいからわざわざそのラーメン屋の前に並ぶ日本人、ドイツ人から見たら、ラーメン屋っていうか、なんかこうレストランの前で待つんだっていう、まあよっぽど美味しいんだろうから待ってるっていうのも、なんかドイツ人からするとなんかこう、いやなんか待つっていう感覚自体が、まあ日本人っぽくなんかこうすごいなっていう。あとなんかそのお店に入るときに店員さんの態度がすごく丁寧なんだよね。で、あと何か買った時、その荷物を、なんかこう、お店の外までこう、持ってきてくれるっていうのが、まあ、すごく丁寧だなと、まあ、それが、まあ、最初に、ドイツ人が日本に来て感動するところの一つです。で、次、ドイツの、なんかこう、例えば駅の近くのトイレとか、すごく汚いんですよね。で、場合によって有料だったりするので、だから日本に観光客として日本に来て、そのデパート入った時のトイレはなんと綺麗だ。あと、なんかこう、なんかこう、そのベンチでいろんななんかバタンがあって、なんかクリックすると楽しいじゃん。だからその辺ドイツ人が来たら、おぉ、すごい。なんかで、うちの社長屋までが、なんかトイレに関してはドイツをくれてます。なんか日本のトイレの方がいいわみたいな。で、どこでも日本は綺麗なトイレがあることにすごく感動しますね。で、あとはドイツ人も割とそのゴミの分別に詳しい厳しい国であって、ドイツも結構分けれるんですよ。プラスチックと燃えゴミと、なんかいろいろ紙ゴミとか家具とか、なんかいろいろ細かく分けれるんだけど、日本の場合はすごく道が綺麗で、ドイツ人初めて日本に来るときに道にゴミがない、ゴミ箱がない、ゴミ箱がないのに道があんだけ綺麗だっていう、なんかその日本はゴミをまあ家に持って帰りましょうっていう、まあ暗黙のルールがあるんだけど、ドイツは街中にいろんなところにゴミ箱があるから、ドイツ人はポイポイってゴミ持ってきたらすぐ捨てたりするんだけど、それでもなんかこうポイ捨て、タバコのポイ捨てとかをこうね、道の中にポンと置いたりで、その辺日本とか、あと東京とか大都会でも道の中だけ綺麗だとドイツ人は感動します。で、あと大きなドイツ人の場合は、日本のイメージだと花火というか桜、いやーなんかこう4月になると日本すごく可愛いんだみたいなイメージを持ってるドイツ人も多いです。で、ドイツでもそのなんか桜が好き、日本好きなドイツ人だと日本にも桜はあるんですけど、日本のなんかそのなんかこう花見の下でなんかピクニックするっていうのは、特にドイツ人の女性は初めて日本にするとすごく感動的で、なんかこう日本旅したいなと思ったら、ぜひドイツ人を花火に連れてってみてください。なんかそのピンクのなんかお花の下でピクニックっていうのは、まあ、ドイツ人の女性なんかこう可愛いみたいな感じ。うちのお母さんはなんかキャーみたいな感じ、いや私一回人生で花火したかったとかなんか言ってて。で、あとはドイツ人は日本と同じすごく時間に厳しいので、で日本初めて来るときに新幹線が時間通りに来るのに、それですごくドイツ人は感動します。うわーすごいってなっちゃう。で、なぜかというとドイツの電車は遅刻するからなんですよ。だからドイツ人は日本で新幹線乗って早くて遅刻しないということにすごく感動します。あ、こういうのドイツにもあったらいいのに、どうしてドイツの電車は遅刻するんだみたいな感じで、ドイツ人は車にプライド持ってるんだけど、日本は新幹線すごいなってなってしまいます。
で、あとはこれはもうちょっと若いドイツ人なんですけど、日本のあのポップカルチャーがドイツでもすごく人気があって、で、あの東京とか来ると、あの例えばピカチュウのカフェ、名探偵コナンのカフェ、キャービーのカフェ、こういうなんかテーマのあるあのカフェがあること、なんかそのなんかこう食べ物の見た目がなんかこう可愛いみたいな、あとあのドイツにもそのキャラ弁っていうキャラクターをのお弁当がすごく人気だったりします。で、あとあのドイツのあのなんかドイツ人の知り合い、初めて日本に来た時はゲームセンターに連れて行ったんですよ。で、あのゲームセンター行った瞬間、もう目がキラキラする、わー、ここ天国だみたいな感じに喜んでて、あのゲームセンター本当に楽しいんですよ。あのドイツはゲームセンターがないので、でそうやって日本初めて来るとゲームセンターの中で太鼓の達人みたいな、なんかあのぜひもしドイツ人の友達行ったらゲームセンターに連れてみてください。私は女性なので、あの高校生の時、初めて日本に来た時はあのプリクラにすっごいなんか、あー楽しい楽しいみたいな、なんかこう顔撮ってスタンプいっぱいこう編集して、こういうのはあのドイツにないんですよ。あのプリクラもそうだし、体育の達人もそうだし、あとあの男性の知り合いすごい、あの彼評判がなかったのは、そういうあのゲームセンターの中にある怖い、あの怖いゲームあるんじゃないですか、なんかこうゾンビが出てくる、うわーってうわーみたいな、なんかこう動くみたいな、であのそういう、まあ、ゲームセンターがドイツにないので、初めて日本に来るとゲームセンターにみんな感動するんじゃないかなと思います。あとあの UFO キャッチャーなんですよね、そのおもちゃを取るやつ。日本人はね、みんな練習してるからこう取れるんだけど、これドイツ人がね、あのすごくなんか、ああ取りたい取りたいみたいな感じ。ドイツにやっぱりないものだから、そのゲームセンター自体が、だからそれがあの、うん、ドイツ人にとってはあすごいすごい楽しい楽しいってなって、うん、あの、うん、だからもうちょっとね、あの若いあの10代とか20代のドイツ人がもし日本に来るとかあったら、ぜひゲームセンターに連れてみてください。で、次はあのカラオケボックスなんですよ。で、ドイツでも日本人は歌うのが好きっていうのはなんか知られてて、だからドイツ人もね、そのカラオケっていうのはなんか興味は持ってるんですけど、そのドイツのカラオケっていうとなんか人の前で歌うみたいな、なんかずっとなんかこうみんな照れちゃうし、だから日本のなんかそのカラオケボックス、あの本当になんかちっちゃい、なんかそのたくさんの人のじゃない、なんかそのちっちゃい小さな空間の中で勇気を出して歌ってみるっていうのはドイツになかなかできないので、日本でカラオケこう入ると、あ楽しい楽しいってなってしまいます。ただしドイツ人は例えばその日本語が話さない場合だと、カラオケボックスで歌える曲は少ないんだけど、英語の曲とか、あとあのまあドイツ語の曲、ジンギスカンとあとネーナーとか、なんかこうちょっとはあったりするので、ぜひあのカラオケとかも一緒に行くのもありなんじゃないかなと思います。で、次はあの女性の方なんですけど、あの原宿のファッションというか、なんか日本人のあのファッションが、日本人自体がすごくなんかおしゃれだっていうあのイメージを持ってるドイツ人も多くて、だからおしゃれ好きな人はあのすごくなんかこう、あの日本でまあ買い物するのもそうだし、あの化粧品とか服とか、女性は特になんかスカートとかでなんかこう可愛らしいんですね、うん、日本人の女性は。だからそれはドイツ人から見ると、あファッションおしゃれだみたいな、あどんなお店だみたいな感じでみんな見回ってて、で、あの特にあの10代の子だったら、あの原宿一回行ってみたいっていうあのことが多いので、あの原宿はすごく人気スポットですね、あのドイツ人の観光客の中で。で、あとは次はあの袋きさ、猫きさっていうのも、まあ、ドイツにはないものだから体験してみたいみたいな感じですね。で、うん、あとは、うん、自動販売機です。これはね、あのあんまり知られてないかもしれないんだけど、日本どこでも自動販売機あるんじゃないですか。で、それドイツ人から見るとなんかすごいなってなります。の喉ちょっとでも帰ったらもうすぐコインだけ入れてて、あなんかこうやって水手に入れる日本すごいなってなってます。で、あと、あ
これはどっちかというとね、あの年齢関係ないんですけど、あのもちろんね、あの20代の方も喜ぶんだけど、どっちかというと4、5、60代の方で初めてに来ると、必ずなんか富士山見たいっていう人多いですね。山見たいっていう、なんかその日本のイメージだとやっぱ桜と富士山みたいな。だから実際初めて日本に来た時は一回富士山見たいみたいな感じで、まああのみんなあのね、富士山登る人もいますし、あのただ見たいだけっていう人もいますね。で、あとは女性の方だと日本の着物がすごく可愛い、浴衣も素敵ってなってくる、あのこうなんか可愛いなと思う人が多いので、でそうするとあの初めて日本に来るときは、まあ、着物の体験とかはすごく喜ぶと思います。で私一回の京都で着物をあのなんかこうあのマイコの体験やったんだけど、顔にね、あの、白く塗ると全然似合わないので、私は、個人的にあんま好きじゃないんだけど、あの、浴衣は私はもう好きです。ただ、その、なんか着物着るってなかなか難しくって、だからそういうのなんかこう、ドイツ人、特に女性は喜ぶんじゃないかなと思いました。で、あと、あの、これはちょっとあの、年上の方なんだけど、あの男性でズーム見に行きたい人がすごく多くて、そのなんかテレビしか見ることができないんじゃないですか、ドイツで。なんかフーフーフーってやって。で、あの、なんかそのズーム見に行きたいというドイツ人は多いような気がします。あと、あの、これはあんまり知られてないと思うんですけど、あの神社とお寺っていうのはドイツにないので、だから日本に来るとそういうあんななんかこう神社行ってみたいとか、あの例えば鎌倉の大仏とかは初めて見るとき感動するんじゃないですか、うわーでかいみたいな。だからそういう面で、あのその日本の神社とお寺はどっちかというと宗教に興味あるから興味を持ってるわけじゃなくて、その建築の面から見たら美しいんだってなって見て、あの見たいドイツ人は多くいます。で、あと、あの、最後なんですけど、あの、ドイツには火山がないので、で、日本の、あの、火山見に行きたいドイツ人は多くいます。で、そうすると、あ、火山見たことないから、こういうなんかこう、火山をわざわざ見に行って観光するドイツ人はいます。こんな感じです。だから日本はね、あの、これね、ドイツ人から見て、こういうところはすごいなってなったら、あの、少しでもこの動画が勉強になったら、いいねを押してください。あと、もし、ドイツ人の友達が日本に来た時、あ、これが良かったとかっていう、そういうエピソードがあったら、ぜひコメント欄に書いてきてください。今日は最後までありがとうございます。チュー!